はい、いくかつです。今回は折り紙でシャツを折ります。簡単に折ることができますよ。プレゼントにもぴったりです。飛び出すカードの作り方も紹介していますので、よかったら最後まで見てみてください。今回の動画以外にも紙皿で作るお花やひまわりの折り方も紹介しています。プレゼントにいかがですか？概要欄からチェックしてみてください。それでは作っていきます。半分の折り筋をつけます。中心に合わせて折り筋をつけます。下の角を折ります。裏返します。上の辺を折り下げます。1センチより少し短いぐらいがいいと思います。裏返します。折り筋で折ります。裏返します。白い部分を折り下げます。裏返します。三角の頂点に合わせて折り筋をつけます。今できた折り筋を辺に合わせて折り開きます。上の角を中心に向けて斜めに折ります。下の辺を折り上げて襟に差し込みます。これで完成です。いろんな柄の折り紙で作ったり、模様を描いたり、シールを貼ったりしてオリジナルのシャツに仕上げてください。手紙を書いて開いた内側に貼るとプレゼントにもぴったりです。飛び出すカードにしてもいいですね。作って楽しい、もらって嬉しい、かわいい折り紙です。ぜひ作ってみてください。材料です。今回の動画以外にも、長靴の折り方やカラフルなてるてる坊主の作り方など、季節の制作に役立つ動画も配信しています。概要欄からチェックしてみてください。あなたも一緒に悩まない子育て、楽しい保育、チャンネル登録はこちらをクリックです。